大和高田市の高田商業高校で今日上級生がすき焼きを作って新入生を歓迎する伝統のパーティーが5年ぶりに行われました。すき焼きパーティーは4月に入学した1年生に一日も早く学校に慣れてもらおうというもので、1960年に始まりました。新型コロナの影響で中止されていましたが、5類移行を受けて今年5年ぶりに復活しました。校庭では200人の新入生が40個の七輪を囲み、運動部や生徒会に所属する上級生が牛肉や野菜を煮込んでいきました。用意されたのは牛肉およそ60キロ、白菜およそ20玉。新入生たちは美味しそうに食べながら先輩との交流を深めていました。みんなで食べれて楽しいです。すごく美味しいですね。味も濃くて、お肉の脂が溶け出してて美味しい。ご飯によく合います。部活のこととかいろいろ教えてくれて、すごいこれからも頑張りたいなって気持ちになりました。会場ではアカペラ部によるパフォーマンスも行われ、先輩たちの愛情たっぷりのもてなしを受けた新入生は新しい生活への期待に胸を膨らませていました。